おはようございます、横山です。今日も一日よろしくお願いします。本日もハベオジャやっていこうと思います。本日は期間限定イベント、限定食べ紙桜バウガーをゲット、こちらをやっていこうかと思います。いいですね、春休み、桜満開、花見の季節がやってきた。花見のお供にぴったりな桜満開バーガーから生まれる桜バウガーをゲットしよう。神馬料理で俺が勝つ。どんなバトルになるか楽しみね。あれ、桜バウガーとかいうやつか。どうしようかな。乙女みたいなキャラなんですね。バトルはね、とても、簡単でしたね。やってやる。あ、初回報酬、きっとあれですね、桜バウガー。神馬料理を作り、食べ紙を召喚するのだ。さあ、お前の料理で乗り越えるんだ。桜バウガー、桜ってつくぐらいから、なんかちょっと特殊な食材使われるんですかね、ハンバーガーやけど。これは一緒ですね。ハンバーグを焼く。あ、すごい、なんかピンクのやつがある。あ、なるほど。バンズがピンクなんですよね。ダメですね。ちょっと神馬が生まれるまでね、頑張ってやりましょう。難しいな。なんかその昔友達とかとね、公園で花見してたんですけどね、なんかすごい騒がしくしてて、でなんかおっさん一人近づいてきて、おいって言って、あー、これもう絶対怒られるやつやな、めんどくさいなって思ってたら、おい、もうゴミとかはもうそのままにして帰ってくれていいからなって言って、多分その空き缶とかね、集めてる人やったと思うんですけどね、なんかすごい怖い感じに見せかけてね、何を言い出すねんって思って、すごい不思議な気持ちになりましたね。まあそんな花見の思い出ですね。エキスポーション。もうこれで神馬じゃなかったら、もうそれはそれでいいです。もう諦めます。あと一回いける。最後だけゆっくり、優しい。グッズやけどエクセレント、神馬来ましたね。やっと星2でこんな苦労したの初めてですよ、多分。すごい、剣も桜なんや。これは、これぞ極上神馬だぜ。桜バウガー、ヒーラータイプですね。アビリティ桜吹雪。効果、HP が 70% 以下の時、周囲の味方を回復し防御力をチューアップする。桜風味のバンズに身を包んだ春にだけ出会うことができる食べ紙。どんな時でも美しさと美味しさを忘れない。桜前線とともに全国に幸せを運び、通り過ぎた後には舞い散る桜のような春の風味が辺りを包む。すごい、なんかメルヘンな食べ紙ですね。私に挑戦したいというのはお主かな。Are you hungry? よ、始め。さあ行け。あ、すごいですね。消費カロリー2やから、もういきなり召喚できますね。お、ピンクや。サクサク言うてますね。テイリーバンズブロッサム。なるほど。
あ、でも周りに味方がいないから HP 回復やから意味がなかったですよ。お疲れ様でした。本日は、期間限定イベント満開桜バウガーやってみました。どうもご視聴ありがとうございました。